Hey guys, let me ask you a question. 決断するとき、決められないっていうときってない？例えばさ、なんかレストランに行ってメニューが出てきて、いやチャーハンにするのか麻婆豆腐にするのかラーメンにするのか分かんないとか、よくあるのはデートの場所とかだよね。デートに行きたいんだけど場所どこにするってなったら、いや分かんねえよみたいな。どうかな、なんか決断するときに、いや分かんねえよっていうなるときってないかな？いや実はね、これが行動につながってきちゃって、今度行動が全然取れなくなっちゃうっていう時もあると思うんだよね。例えばね、僕の場合は週末なんだけど、週末によくネトフリとか見ちゃって、でドミノのピザとかで食べちゃうわけよ。でドミノズってさ、なんかさ、あの2個くれるじゃん、ピックアップしたら。だからあのドミノデラックスのミルフィールを2個自分で注文しちゃって、でネットフリー見て、なんか週末ビンジウォッチングドミノタイムってなっちゃうんだよね。で本当にこれよくあって、俺後悔してるわけよ。でこの間、よしね、絶対今週末日曜日高尾山行くぞって決めたわけよ。で日曜日の朝、よし高尾山行くぞってなって行こうとしたら、いやなんとなんかすっげー暑くて32度とかなんだよね、高尾山。マジかよ、32度の山登りかよってなって、しょうがねえな、なんか別のことできないって思って、よしじゃあ読売ランドのプール行くぞって思って、いやちょっと待ってよクリス、日曜日の読売ランドのプールって相当人入ってると思うぞ、やっべえな、どうしようかってずっと迷ってて、まあしょうがねえから、まあテレビでも見てネットフリ見て、でお腹空いたらドミノ頼もうかな、ドミノ頼もうかなとか思って、おいおいおいってなって、まあ自分のね行動を取ることによって、まあ、決めることができて、やっとね高尾山までは行けたんですけれどもね、まあ本当にこの決断ができないっていうことが、行動が取れないっていうことになっちゃうんだよね。でこの行動をするかしないかによって、人生ってマジ大きく左右されるんだよね。ね、だから今のそのネトフリとかね、メニュー行ってチャーハンか麻婆豆腐か分かんないっていうのはすごいキャジュアルなんだけど、実は人生の中で旅に行く、ね、人と会う、何かについて勉強するっていうのは超でかいんだよね。この旅に行く、人と会う、何かを学ぶっていうのは、実はそれで自分の仕事も変わってきてね、と人との出会いとかも入ってるから、結婚とか友達とかも入ってきて、まあ、家族とかの関係も出てくるわけよ、ね、本当にこの3つはでっかいんだよね。でこの行動を取れない癖を持っているっていうのは、実は行動を取らないっていうのも一つのアクション、行動しないっていう行動を取っていて、それにはアクションのリアクションがある、それにはコンセクエンス、それにも行動を取らないっていう行動にも実は結果があるんだよね。なので本当にマジで好きなことを仕事にしたいって本当に心から感じている人は、ここの部分はちょっとマジちょっとよく聞いていただければ幸いです。 Alright、 まあ簡単に説明するとね、例えばメニューで、ね、レストランに行ってメニューの、ね、A バーガー、 B バーガー、 C バーガーがあります、ね、チーズバーガー、ダブルチーズバーガーとスパイシーオニオンバーガーなんですね。でここの場合何するって言って、いや普通の人はね、普通の場合は丸×感覚で考えちゃうんだよね。 A が当たりなのか外れなのか、 B なのか C なのかってなってね、でこれやべえ、外れたら全部×になっちゃうんじゃないかって普通の人は考えちゃうんだよ。メニューだったらね分かるけど、デートにしようよ、ね、じゃあ例えばね、男性の人がみっちゃんっていう超可愛い女性とデートしに行きました。でお台場に行ったんだよ。超うまくいってんのよ、サンセットが来てて、ふー、ビーチでちょっと歩いて、わ素敵で、みっちゃんもさ、なんかさいい感じで、お腹空いたわとかみっちゃん言うわけよ。よしじゃあみっちゃんを食事に誘おうとか思って、じゃあどこに行こうかなって考えて、一人で考えてて、あそこにはよくあるイタリア産のイタリアンのチェーン店があって、あそこにはよくあるお寿司のチェーン屋さんだな、うん、あでそこには超高そうな日本料理があるな、どっちにしようかな、やめえな、
どうしようかなってなってちょっと迷っちゃって、でみっちゃんがねえお腹空いてきたわとか言ってるわけよ。やべえってなってどっちしようか決められないって言って、ちょっとじゃあみっちゃんどっちにしようか、好きなの選んでいいよとか言っちゃうわけよね。ね、で実はこの時にね、イタリアンか日本料理かそこの寿司屋っていうのを決断してない、選んでいいよっていうオプションを、このオプション D っていうのを選んじゃってるんだよね。でこれによって実はリアクションができるわけよ、結果ができちゃうわけよ。まあこの場合だったらみっちゃんがね、いやキモ、この人全然決断できないじゃん、なんで私にそういうの聞いてくるの、この人と結婚したらマジ大変になっちゃうとかなって、みっちゃんがうーんごめんちょっと疲れちゃったとか言って急に帰っちゃったりするわけよ。で本人はなんでとか全然気づいてなかったから、みっちゃん大丈夫、ちょっと具合悪いって思ってたからとか言って、みっちゃんはこの人キモとか思って絶対 LINE で返事しないわけよ。でそうするとこいつがもっと心配になっちゃって、みっちゃん大丈夫とか言って、なんか俺変なことやっちゃったってなって、みっちゃんがマジこの人キモとか言って LINE でブロックするわけよね。でそうするとこの人がうわーってなって最悪の状態になっちゃうっていうことが、この選ばないっていうことから生まれちゃうかもしれないことなんだよね。まあ簡単に言うと、この子の中で何が起こったのか、なぜこの、ね、イタリアンか寿司屋か高そうな日本料理を選べなかったかっていうと、この子は丸を探してたんだよね。でもう一つ罰を避けようとしてんだよね。ある、彼は丸罰感覚で考えていたわけよ。で彼が思ってたのは、やべイタリアンでみっちゃんが嫌だとか楽しくなかったら罰になって全部ダメになっちゃうんじゃないかって思ってたわけよ、ね、だからあに、ね、寿司屋に行ったらこれ罰でしょって、イタリアンにやったらこれも罰になるんじゃない、日本料理はなんか高そうでちょっとお金がないかもしれないからとか思って、ね、そう考えてたかもしれないんだよね。もう一つはなんかに行ったら丸があってこの中に丸がないんじゃないかって思ってたんだよ。丸っていうのはこの1個やったら全てがうまくいくっていう魔法みたいな選択なんだよね。でよく考えると人生には丸っていうのがないんだよね。ね、日本料理行っても寿司屋行ってもイタリアン行ってもこの1個行ったら全てうまくいくっていう丸はないわけよ。いやこの時みっちゃんをイタリアンに連れてったらそれが正解で、もう絶対それで結婚して一回も喧嘩をしないで、もうまさにシンデレラストーリーで何の問題もない人生がイタリアンを選んでたらなってたっていうのはないでしょ。ちょっと良くなったっていうそれしかないわけよ。これ大切なんだよ。人生には1個選んだら全てがうまくいくっていう丸はないんだよ、ね、1回宝くじに当たったら人生全部うまくいくぜって思ってる人いっぱいいると思うよ。でもそうではないんだよね本当に、うん、1回お金が入ったら自分の人生うまくいくぜって、いやうまくいかないって、もともと不安ばっかりの人生に今度お金が入ってきたら今度お金がなくなっちゃうっていう不安で毎日になって眠れなくなっちゃうわけよ、ね、本当に。で今度素敵な人と付き合わないと自分はダメなんだと思って素敵なすごい美人と付き合うことができましたってなったら今度この美人が自分のことを振っちゃうんじゃないかって言って心配になっちゃうわけよ。わかるかな、ね、ある意味人生っていうのはね、これやったら全て良くなるっていう丸も存在しないし、これをやったら全部が罰になるっていう選択も存在しないんだよ。どういうことかっていうと、こっちを選んだら行きたい方向に進める、近づけるっていうのがあって、別の穴を選んだら行きたくない方に行っちゃうっていう、それだけなのよ。だから行きたくない方に行ければ戻ればいいって、行きたくないところに行けばもっといいところに今度変えればいいんだよ、報告を。それだけなのよ、ね、だからこの A か B の C の選択の中で実は外れはないんだよマジ、ね、
これやったらダメですっていうの、これ学校の試験じゃないんだよ、学校のクイズじゃないんだよ、ね、学校はしょうがないよね、もう12年間そういう感じでこれを答えなさいって言ってこれ答えてお前ダメだって、うんね、そう思ってたらどうしても人生でもこのデートのところで ABC どっちしようかなって C はダメだろって思っちゃうわけよ、ね、そう思いやすいんで、それしょうがないわけよ、ね、だから ABC っていう選択の中で、ね、罰はあるかって言ったら、正直言って事実的に冷静に時間もかけて考えると罰っていうのは相当探さないとないことなんだよね。ね、ね、罰に思えてもなんか学べる機会もあるし、本当に嫌だったら変えればいいわけよ、ね、仕事を選ぶっていうのもそうでしょ、ね、なんかよく聞くのはね、仕事の、ね、コーチやってるから本当によく聞くんだけど、これやったら永遠にこの仕事を続けないといけないといけないんだって思ってる人がいっぱいあるわけよ。違うんだよ、仕事なんて変えればいいんだよ、自分と好きじゃないことだったら。冷静にプランを考えて、ね、気軽に変えろって言ってるんじゃないよ。特に家族とか家賃とか払ってたりローンがあったりとか、ね、資格が必要になったりとかだったら、もう本当に6ヶ月のプランをかけて変えるとか、ね、お世話になった人に本当にありがとうって伝えて変えるとか、ね、そうやってしっかり考えて変えるのは全然できるわけよ、ね、逆に、ね、この仕事嫌いで大嫌いでやる気もなくて下手でここで一生残らないとダメなんだって思ってる人、経営者も困るよ。そんな人が働いててじゃあクビにできないわけでしょ、やめてくれって言ってもやめてくれないわけでしょ、困るぜ。経営者ももっとやりたい人を探してるわけでしょ、ね、逆にこの仕事と合わないんだって言ったら本当にお世話になりましたって言って、ねね、自分がその仕事を変えることによって他にその仕事が得意で好きな人が入る可能性もあるんだよね。そうするとその会社も良くなるし、会社の周りの人たちも良くなる。で誰もみんなが本当はみんながあなたが幸せに働ける、幸せになるっていうことを心から祈ってるんだよね。顔で出してはないかもしれない、口では言ってないかもしれないけど、心の部分ではそう思ってるんだよね、うん、なのでこの ABC の時にこの丸×感覚で考えない、ね、もうすっごいいい丸っていうのはほぼ存在しないわけよ。より行きたい方向に近づける、ね、で×この ABC を選んだら全てがダメになっちゃうっていうのは本当に探してないとないわけよ、ね、だから、ね、メニューで、ね、メニューでなんか、ね、デザート決められない、アイスクリームの中でストロベリーかチョコかバニラ迷わなくていいんだよ。全部アイスクリームなんだよ、全部デザートなんだよ、ほんまに、ね、高尾山か、ね、読売ランドのプールかそこら辺のこ、ね、神宮前に行くとか全部外出するっていうことだけなんだよ。で1個の中で全部失敗するっていうことはないんだよね。でここでちょっと深くなるね。 ABC の選択があるときに迷っちゃうじゃん、ね、なかなか決められない時ってあるじゃない、どうしようかなって迷っちゃうじゃん、ね、その時に実は行動しないっていう選択をしちゃってるんだよね。例えば、ね、誰かと会うきっかけがあるわけよ、ね、なんかの友達から偶然みたいな感じで、誰かから昔の友達から、ね、イベントに誘われました。月曜日の夜で、まあ、行ってもいいかな、でもちょっと疲れるな、仕事の後だからなって言って迷ってるじゃん、ね、実はこの迷ってるっていうのは行かないっていうことなんだよね。ですると人生の中って面白いんだけど、一番うずうずして嫌なことっていうのは行動を取ってない時だと僕は本当に思うんだよね。まあ、もちろん行動を取らないっていうのを決断して行動を取らない時期もあるけど、この迷って行動を取らないっていうのはなんかうずうずして、なんか自分の人生が変わってこないんだよね。自分のカンフォートゾーンに慣れちゃってるんだよね、行動しないっていうのに慣れてると。なので自分の人生を変えたいんだったら、
普段取らない行動を取らないといけないんだよ。自分のカンフォートゾーンから出て上がっていくんだったら、普段取らない考えを持つ行動を取ってみようって、その決断をするとすると、そのアクションを取ること、その行動を取ることによって必ず結果が出るんだよ。でその結果はいつもと違うから、必ずいつもと違う結果になるわけよ。わかるかな、ね、でちょっとね、この行動を取るとき、決断を取るときが怖いときに、超すごいメガメガメガ、僕の人生は超変わったぐらいのすごい考え方を、実はこの間あの本田健さんと大富豪からの手紙っていう本についてちょっとお話をさせていただいて、撮影をしていた時に教えていただいたものすごいコンセプトがあるのね。これマジやばいのよ、ね、でどういうことかというと、行動が取れない時ってあるじゃん、ね、失敗を恐れている時に ね。で普段例えば仕事を変えるとか、ね、あのメニューでバニラかチョコ分かんねえよみたいなレベルじゃないよ。本当にでっかい行動、仕事を変えるとか、ね、結婚も中に入ってくるかもしれない、ね、仕事を辞めるとか、ね、自分の会社の中で新しいビジネスを立ち上げてみるとか、ね、そのようなでっかいマジリスクがあるような行動の時に、どうしてもやっぱ俺たちって丸罰感覚になりやすいと思うから、ね、これうまくいかなかったら自分の人生全部ダメになっちゃうじゃんって思う時ってない？もうこの行動失敗したらいかんみたいな超恐怖が来る時、ね、でこの考え方を使うとものすっごい楽になるのね。どういうことかというと、これケンさんから教わって、もう本当にこれはケンさんの考え方なんですけど、僕から来たもんじゃないんだけど ね。彼は結構大きい行動を取っている人間なんだよね。で本ももう100冊以上出してて、ものすごい行動を取ってセミナーをやったりとか、人との出会いとかも半端ないんだよ。で行動するとき怖くならない？僕聞いたの。僕だったらなんかでっかい行動をするとき、これ外したらやばいよ、これ外したら人生もう会社が潰れちゃって、 YouTube チャンネルが全部なくなっちゃって、友達も全部俺から離れてね、もう本当に家族からも嫌われて、財産なくなって、もうホームレスになって、二度と好きなことを仕事にできなくなっちゃって、ホームレスになって、誰かが俺の死体を多摩川で発見するぜみたいになっちゃうような恐怖が来るんですって言ったわけよ、ね、でケンさんはこう答えたわけよ。いやいやクリス、ね、行動するときに、ね、リスクを考えるんだよ、ね、間違いなく失敗っていうのは人生で必ず現れることなんだよ ね。失敗がない人生ってないわけよ、ね、でも行動をしない人生っていうのはある意味変わらないから、ね、それが嫌だったらそっちの方が逆に、まあ、失敗になっちゃうような可能性もあるよねって言って、だから行動を取らないといけない。で行動を取ると必ず失敗は来ると、でこう考えればいいんだよ。このあるでっかい行動を取ることによって、どのような失敗が自分に来る可能性があるのかっていうのを考えるので、失敗の種類を大、中、小って3つのカテゴリーに分けるんだよクリスって、ね、例えばちっちゃいのだったら、ね、15回とか25回とか来る可能性もあるわけよ。どのぐらいちっちゃいのが来る、それ耐えることできる、ね、そのリスクを取った行動が成功する可能性があったら、このリスクを取る価値はある。 OK。 じゃあ中のリスクはどう、中の失敗はどのようなことになる、で中だったら10個ぐらいになるかもしれないよね、ちょっと痛いぐらいの、その取るリスクは覚悟はできる、この成功のために。で大はどうだろう、もう最悪の場合どうなるっていうのを考えるわけよ、ね、でもし、まあ、最悪の場合じゃなくて結構リアルなでっかいリスク、でっかい失敗を考えて、それが3つぐらい来ても、3つから6個ぐらい来てもどうだってなるわけよ。でこの行動を取ることによって、いや
全部が台無しになることはないなとか理解できるんだよね。あ、失敗するとしてもここまでが限界だよねって、これだったら俺耐えられるなって思って、でそれを理解して成功して得られることと結果手に入れる目的と比べてみてリスク管理をするんだよね。リスクを取るわけよ。すると最初恐れていた超怖い恐怖は実はなんか影みたいなもんで事実の恐怖じゃなかったと。で事実は予測できる失敗リスクになってくるんだよね。でこういうふうに考えて行動を取ると、ね、例えば仕事を変えたい時ね、仕事変えてもしこれがダメな仕事だったら全部台無しになるじゃん。じゃないんだよ。ではないわけよ。一つのオプションとしてはその仕事に入って、ね、1年以内で辞めることもできるんだよ。ひょっとしたら今の仕事に戻ることもできるわけよ。ひょっとしたら今のような会社に戻ることもできるわけよ、ね、だからそのリスクをどのような失敗が現実的になるのかって大きい失敗をあらかじめ考えて動くわけよな。これは仕事の面でも使えるし、ね、みっちゃんとデートしたい人たちも使えるわけよな。イタリアンだら、ね、どのような失敗になるんだろうって、でそれを行動しないことの失敗と比べると、やっべえみっちゃんが俺のことを決断力がないって思われるより絶対変なイタリアン選んだ方がいいと、で次はプランニング頑張ろうみたいな感じで終わりなんだよな。まあちょっとね面白いことなんだけどね、本当にやっぱり人生がうまくいっている人たち、仕事がうまくいっている人たち、人生で成功してるって思われる人たちはこのどうしても、ね、行動は取らないといけないんだよ。行動を取らないっていうことは今のままがつながるっていうことなんだよ。なぜかというと今のままの考えを持っている、すると今のままの同じような行動を取っている、すると同じ結果が手に入るわけよ。だから今を変えたいんだったら普段取ってない行動を取らないといけないんだよ。そこには決断力が入っている。だから偶然じゃないかってあれとかそういうようなキラキラってちょこっとワクワクキラキラっていうところが人生に必ず出てくるから、ちょっと決断してみてやってみようってなって、で失敗してもどうなるって言って、まあ大したことねえなってなったらよくパッてぜひね決めちゃって行動をしてみてください。本当にこの丸×感覚から外れていってすると本当に面白いことを人生が、ね、ちょっと時間はかかるかもしれない、数ヶ月はかかるかもしれないけど、ちょっとずつ人生が変わってきて、自分が会う人たちも変わってきて、友達も変わってきて、気づいたらすっごいいい方向に進んでいるっていう風になると思います。 All rightWell, thank you so much for checking out the video until the end. You guys are the best. 本当にありがとう。 All right, I love you guys. Now, see you next week. ありがとうね。じゃあね。